と餃子もらうか。はい、わかりました。ラーメン餃子一丁、はい、すいませんね。レバニラ定食お待たせいたしました。バニラか。ラーメン餃子お待たせしました。はい、はい、どうも。うん、うまいわ。だからね、だけどあの特製餃子ってことね。特製ですね。はい、わかりました。はい、特製餃子お待たせしました。はい、どうも。これ麺だからな。
待って、うん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 、なかなかこういういい店だな。社長、ここね、あの味の割に値段安いんですよ。そうだな。君たちはここよく来るのか。だいたい2日に1回は来てるよね。いいな。今度わしもここ来るかな。いいですよ。私ほら、あの会社の会議かなんかでさ、レストランだろ。ああいうのどうもすかんのだ、硬くてな。食った気がしないもん。そうですよね。やっぱり社長、あのサラリーマンにとってですね、お昼は大切なエネルギー源ですからね。いいこと言うね、いいこと言うね。うん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 。あ、そうそう、時間だ、行こうか。そうしました。さて、じゃあここ。ああ、大事なこと。何を言ってんだ。いや、お誘いしたのは私たちですから。そう、私は部長だよ、上司だよ。何言ってんだ、兄さん。すみません、すみません。俺、眼鏡最近老眼がきつくてな。ああ、投資は辛くねえな。ちょっとまだ。ああ、いかんな、老眼進んでんな、これな。俺まだわかんねえ。おや、おまだ見えねえな。おら、言っちゃった。汚ねえな、名部長。最初から奢ってくれって言えじゃんな、素直にね。明日正午に娘をいただく。怪盗アルセーヌ・ケンゾ。真っ昼間に娘さんを誘拐するつもりですかね。アルセーヌ・ケンゾさんらしい予告だな。娘は大丈夫でしょうか。安心してください。お嬢さんは私たちがどんなことがあっても守ってみせます。お嬢さん、明日は部屋から一歩も出ないでください。はい、よろしくお願いします。お願いします。お茶が来ました。もう大丈夫のようですな。予告した時刻はとうに過ぎました。さすがのアルセーヌ・ケンツさんも手も足も出なかったようですな。はい、大変です。どうした。お嬢さんがいません。何、ノックをしても返事がなかったので中に入ってみたら、これが。やられた。行くぞ。はい。ほら、急げ、こっちだ。もう逃げられんぞ。お前たちに私が捕まえられるかな。何蹴り下ろせ。
掴められるかな？何？ハハ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 たちが捕まえられるかな？
バカ。すまねえな。たくさん食べて早く元気になるだよ。おなつ、おめえにゃ苦労ばっかりかけるな。何でお父さん。俺の体がこんなじゃなかったら、せめて人並みの暮らしさせてやれんのにな。本当にすまねえ。この通りだ。やめてくれよお父っつぁん。私はちっとも苦労なんて思っちゃいないだから。お父っつぁん、ありがとな。さあおかゆが冷めちまう。 ありがとな。悪いな。おやぶさん、田代のとっつぁんよ。金はできたか。お願いでございます。あと3日、あと3日待ってください。そうはいかねえんだよ。ーだ、逃げるはとっくに過ぎてんだよ。ーもう待てねえんだよ。あの、そこんとこあと3日、3日待ってください。とっつぁんよ、それじゃあ世間が通らねえっつうもんじゃねえのか。ですけど、あっしはこんな体です。もうお金はねえんですよ。おい、俺たちもよ、ガキの使いじゃねえんだ。手ぶらで帰るわけにはいかねえんだよ。だけど、とっつぁんには返す金がねえ。俺も仏の剣と言われた男だ。もう金を返せとは言わねえ。本当ですか。だけど、悪いんだけど娘もらってくれ。こなつどうですか。おう、おとっつぁん、それだけは勘弁してくれ。おい、それだけは勘弁してくれ。ガタガタ騒ぐんじゃねえよ。おい、ごめんな、俺はやめろよ。まあ、いいから俺の話を聞け。お前らな、庶民をいじめるなよ。いいか、苦労してるやつはな、静かに生きてるんだよ。苦労静かなんてな。それからな、お前らもよく聞けよ。貧乏だからってな、そんなに暗い顔をするな。え、貧乏だからって気にせずにな、陽気にダンスを踊ったらどうだ。貧乏ダンスなんてな。それからな、テレビの前の良い子のみんな、風邪ひくなよ。ババンババンバンバン、宿題やれよ。ババンババンバン。歯磨きの。どうだ、懐かしいだろう。それじゃあな、俺は兄貴が待ってるからな、これで帰るから、お前ら仲良くやれよ。じゃあ、あばよ。スタッフも考えたな。なんだこれは、途端か。災難は忘れた途端にやってくる。
もう一丁か。途端、途端、おとったんおかゆがってきた。待ってな。アンコール、アンコール。途端か。俺はこういう途端場に弱いんだよ、なんて。お前ら調子に乗るなよ。もうないぞ。上がれよ、上がれよ、上がってけ。悪いな。うわ、ちょっと寝ようか。なんだお前の部屋、お前なんかめーっとすんな、お前めーっとこのめーっがいいんだよ、バカじゃん。お前もっとしすぎだ。しょうがねえだろ、この部屋って家賃安いんだって。いくらよ。月2000円だもん。安いの。頭しかけないで、何もやねえ、何もやねえ。もうおめえ、座ってくれ、座ってくれ、座るとこねえじゃねえかよ、おめえ。ダメえな、もうやもうジメジメしちゃって。あれだぜ、お前あんまりジメジメさせっとな、布団たまに干さねえと、お前キノコとか入っちゃうぞ。たまにそのキノコで使ってて食ってんだ、これ。座ってんの、ラーメン入れて。あーじゃパー、何もねえけど醤油飲むか。飲まねえよ、そんなの。あと、あと米粉食わねえか。いらねえ、そんな酒食ってどうすんだよ。でも今便利だぞ、お前。え、こう言ってるから。なんだそれ。これ布団乾燥機だよ。これがそうかよ。レンタルだよ、今よ。1日200円だよ、お前。借りたのかよ。そうそう。これやれよ、お前。お前あとね、絶対もう布団がお前ふかふかになってよ。うん、干した方がいいぜ、たまにはな。うん、乾燥させる。乾燥する前に俺引っ越すわ。そのほうがいい。そのほうがいい。はあ、やね。Tonight I'm in a sexy mood. Ooh, baby. Udi. 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 Udi.
私のお酒君には君の酒があるザンザン君は何の組み合ってかそうです、私が変なおじさんです。変なおじさんだから、変なおじさん手バックよ私は。飽きたね飽きたね飽きたね来たね。これパッドが入ってんのよ。
パッとサイデリア泣くんだ大丈夫だ。すいません。ああ、すみません。風邪ですか？いや、風邪ひざって参っちゃったよ。今年の風邪はしつこいらしいな。らしいですね。流行ってんだってな。僕もこの間まで引いてたんですよ。治ったのも。ええ、おかげさまで。俺もね、治ったんだよ。まだすぐいちゃったよ、風邪。あ、参っちゃった。今年の風邪はんだってあれだってな、あの下痢してあの戻すらしいな。らしいですね。俺ももうすごい下痢しちゃって治んねえんだよ。まず参っちゃったよ。この前もよ、恥ずかしいのだけどよ、うちでよ、ヘックしよったらピュッて出ちゃってよ。パンツ履いたままピュッて出ちゃってよ。参っちゃったよ。あれね、笑ったっけや。ヘックしよ。あ、大丈夫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 。言うんだってな。ちょっとあんた、え、何やってんの？お客さん来てるじゃないの。そうなんだよ。もうちょっと、あ、そうか、やるか。お店の人なの？え、そうそうそう。あんな早く言ってよ。風邪ひちゃっててよ。こういう問題じゃないじゃない。うんだよ、時間ないんだから。えっくし、ああえ、じゃあこっち、はい、座って、いいっすね。いやー、参ったな、なんたって風邪ひいちゃってよ、医者行く時間もねえしよ。じゃあちょっと行きますよ。はい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 。おお、どっちやっちゃうんだ、どっちやっちゃうんだ。死ねる、死ねる。ああ、お宅はなんか風邪ひいたの？医者行って一応。そうですか。エクシャー、スタッフさん、汚いなタオル巻かないといけない。なんだって毎年毎年風が入るわね。うん、ねえ、エクシャー。すいません。あぶねえよ。すいません。あぶねえよ。びっくりした。すいません。頼むよ。いつ出るかわかんねえもんで、ね、すいません。すいません。あー痛え。トム本当にすごいですね、今年の風邪はね。本当にすみません。さて、じゃあ日が当たりましょうかね。あ、日にね。じゃあまず一回温めていけないな。エクシャー、あー、いけない。おい、汚ねえよ。汚ねえよ、それ。なんだよ。あー、痛い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 よ。はい、またですね。ヘックス、ヘックス、風で今、すいません、すいません。そう、あ、止まってますね。頼むよ、お前、死んじゃうよ、俺。ヘックス、あー、汚ね、汚ねえよ。参ったね、でもね、これは医者行ったらいいのにな。このひげは、ちょっと、残してですね。そのまま、ヘクシャー、ヘクシャー。危ねえよ、お前。ん、
危ねえっつんだよ。カミソリ持ったまま臭みすんなよ。そうですそうですそうです。やめたこれ。ずっと。母ちゃん。あいよ。ちょっと母ちゃん買ってくれ。臭み止まんねえや。あそう。ちょっと待ってよ。おかみさんできんの？ちゃんと学校行ってるよ料理学校へ。ダメだよ料理学校じゃん。料理師の学校行ってる大丈夫？本当？免許持ってる大丈夫？大丈夫？大丈夫。大丈夫かな。やっしゃ。あちょっと待ってよ。それやって。風邪が全然治んないんですよ。私まで移されちゃってね。え、大丈夫なの？大丈夫大丈夫。私あの鼻風邪だから、枯れてやつだから。いや、このひげどうしますか？あ、残しといて。今度の全国大会のレギュラーを発表する。石野。はい。岡本。はい。杉浦。はい。木戸。はい。白山。はい。あと一人のレギュラーは明日の練習でやって決める。解散。ありがとうございました。のりこ、元気出しなさいよ。よっこ、私やっぱりバレー部やめる。何出すのよ。どうせいつまで頑張ってもレギュラーになんてなれないし、才能ないもん。のりこ、なんでそうやって何でもかんでも簡単に諦めちゃうのよ。だって私たち今までずっと一緒に練習してきたじゃない。それよっこはレギュラーに選ばれたから。まだチャンスあるはずよ。無理よ。だってレギュラーはあと一人なのよ。自信ないもん。のりこ、私の夢はね、のりこと一緒に全国大会のコートで活躍することなの。だから諦めないで。よくありがとう。私頑張る。ねえ、練習手伝ってくれる？もちろんよ。その球じゃねえよ。こんなちっちゃい球でバレーできねえよ。やだやだやだ、その言い方、その言い方やだ。なんだ君は。なんだ君だってそうです、私が変なおじさんです。本当はサンデーっていうのよろしくね、今度お店来てよ。変なおじさん、変なおじさん、変なおじさん、変なおじさん。やだ、もうそんな顔してない。出すかWe'll be right back.
今日の練習はここまで。明日の早朝練習は朝6時からだ。はい。来月の県大会頑張れよ。はい。解散。ありがとうございました。何でもね。はい。コーチ松本、どうした？私に特訓してください。特訓？県大会で優勝するためにはもっと練習が必要なんです。お願いします。松本、今の力で十分だよ。お願いします。よし、特訓しよう。コーチ行こう。はい。誰だっけ？松井です。何部だよ？バレー部です。前からいたか？ずっといました。なんだ用事は？あの、金は持ってないぞ俺は。いや、違います。何？私に特訓してください。私に特訓してください。バレーの？はい。もういいよ。よろしくお願いします。松本。はい、行くぞ。お願いします。はい、ほら、はい、松本、うまい。おい、何さっけ？松井です。はい、やってみろ。よろしくお願いします。行くぞ。はい、はい。ちゃんと取れ取れ、ほら、ボールを見て、ほら、ほら、なんか、ほら、コーチ、食べてんのか、お前ら。いや、松井、はい、蹴った。コーチ、さっきとボールが全然違うような気がするんですけど。このボールだよ、このボール。あ、そうですか。使ってる、このボールだよ。はい、答え。はい、行くぞ。はい、はい、コーチ、やっぱりボールが全然違うような気がする。何が違うんだよ。速さとか。速さが違う。ええ、私の見えないぐらい速かったですから。じゃあ、もう入れ、行くぞ。もっと速いの。分かったよ。速いのです。行くぞ。はい、はい、うまい、うまい。コーチ、あ、ここまでは早いんですけど、ここからがゆっくりなような気がするんですけど。肩壊してんの今。あ、そうなんですか。行くぞ、早いの。行くぞ、はい、キュー、はい。コーチ、どうした？私、足をくじいたみたいです。足をくじいた？松本、イグス行こう、イグス。大丈夫です。私頑張ります。松本、お前は根性もあるな。よし、特訓しよう。はい、お願いします。いいコーチ。なんだ？私にも早い球お願いします。よし、はい、行くぞ。ほら、あ、コーチ、どうした？私、足をくじいたみたいです。それよかった。コーチ、あ、医務室に連れてってください。そこだから行けよ、一人で。お前、すぐ行って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 。あ、なんか治ったみたいです。治ったか？はい、よし、すいませんね。答え、はい、行くぞ。はい、ほら、取れよ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 。向いてないみたいです。松本、お前には才能がある。頑張れ、頑張れ。大場の女だな。ほら、コーチ、やんのか。はい、強い球お願いします。はい、ちょっと待ってください。なんで追っていくの、これ。行くぞ。はい、お願いします。ほら、コーチ。なんだよ。私、バレー部には向いてないみたいです。向いてないよ、お前は。お前、こうやってこうやってなんか喋れないの、お前。何だって。あの女がやってたから。
なんで？私にもライトとか音楽とか周りが暗くなってライト来て音楽来てでそれ高いの。え？照明とかあの音楽高いんだよ。予算がないからさ。そんなこと言わないで、ちょっとだけじゃない、ほんのこれぐらいなんだから。私にもそういうのやってよ。分かったよ。そうです。じゃあもう一回な。やってくれる。やってやるやる。すみません。すみません、お願いします。お願いします。頑張ります。行くぞ。はい。はい。怖いよ、お前は怖いの。普通のパーカーでも怖いんだから、お前はよ。怖いよ、お前は音つけると。今、本当に恥ずかしくなっちゃった。父ちゃん、日本語見せていただけますか。日本か、よし。はい。投げてみろ。はい。レシーブの見本だ。こう、はい。こう、終わったか。はい。コーチ、私にも見本見せてください。終わろうか。いやいや、コーチの姿が見たいんです。ぜひ見本見せてください。コーチ、行きますよ、ボール。行きますよ。危ねえろ。今の見えなかったらもう一回お願いします。危ねえよ、危ねえろ。熱い。当たらないの。危ねえ。なんで当たらないってんだよ。待て。僕にはバレエのコーチは向いてないと思う。あれ頭ずれんだろ。V-I-C-D-O-R-Y サインは V。 かけ離した空へジャンプ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 、打ち寄せる雲にアタックアタックアタック、
だからさ、どうした？やろうバレこのおじさん変なんです。あれ待って待ってよ、言ってケルコタリーされない。なんだてめえはってか。そうです、私が変なおじさんです。なおじさんなろ泣くんだ。今日はマサシとドライブに行ったんです。高速道路降りたらいつもの道に出るはずなのに、どうしてこんなホテル街を通るの。道間違えちゃったなんて嘘ばっかり。あ、マサシの目がギラギラしている。なんだか怖い。でもいいのよ、私はマサシのもの。あ、なんだか体が熱くなってきちゃった。早くして、私この日を待っていたのよ。マサシと一つになれる日を待っていたのよ。のりこさん。はい。こんな場所で君にこんなこと言うの大変失礼だと思うんだけど、もう僕我慢ができないんで、勇気を振り絞って君に言うね。実はさっきから僕お腹痛いんだ。ここでちょっとうんこしてくれ。バカもう。入っちゃったな、それは。うんこしちゃったよ。こんな山の中じゃお前ガソリンスタンドなんかねえぜ。いや、あそこに明かり見えない。本当だ、行ってみようか。ごめんね、これやっぱり良かったよ。よかったな。一時はどうなっちゃうことかと思っちゃって。中行ってみようか。すいません。ごめんください。すいません。ごめんください。はい。あ、びっくりした。おばあちゃん、この人お客様ですか。あのいらっしゃいませ。泊まりたいんだけど大丈夫。いやー、ございます。道に迷っちゃってさ。それは難儀なことで。どうぞお上がりく、お荷物をお持ちします。悪いね。どうぞ。すいません。どうぞお上がりくださいませ。こちらの部屋です。どうぞお入りください。失礼します。ああ、よかった。道に迷ったでございます。そうなのよ。この辺でよくそういう方がいらっしゃるもので。そう、はい、多いんだ。はい。この旅館はずいぶん昔からやってるわけ。もうじいさんが死んでから70年経ちます。でね、ずっとやってます。はい。70年経ってじいさん、おじいさんっていくつだったの。6歳で死んだんです。ほんと結婚してたわけ。はい、この部屋みんな早く結婚しちまうです。そう、見合いだけど。そうだよね、年季が入ってるもんね。ねそうか。あの
そこ出て左曲がってまっすぐ右行ってそこをぐるっと回ってわって言ったとこがお風呂場でございますから。ぐるっと回ってわって言わなきゃいけないの？はい、よろしくお願いします。お風呂は一応8時までになってますので。8時までね。はい、お客さん来てもらってよかったですよ。ここんとこ全然お客様が見えないでね。あ、そう。今シーズンだから忙しいんじゃないの？他はみんないっぱいなんですけど、ここだけは3年前にあのことがあって以来、客足はぱったり。何、おばあちゃん、何でもございません。何があったのよ。やだな、俺たち今日止まんだぜ。ねえ、あ、それからお客さん、何、何、何、あの、こちらの扉ね。何よ。この戸は絶対に開けないでくださいね。何があんの、何があんの。いや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 、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、止まるんだね、ちょっと。12時過ぎたら絶対大事にあの戸は開けねえで暮らしよう。暮らしようって戻ってけどさ、おばあちゃん、ちょっとなんか気分が嫌だな、なんか。いや、別にそんな大丈夫ですよ。おばあちゃん、ちょっとおばあちゃん、ねえ、あの他の部屋に変えてくれない？ちょっとなんか嫌だな。この部屋しかないんです。この部屋しかないの？はい。じゃあしょうがないよね。しょうがないわね。浴衣ここにございますので。はい、はい、じゃあどうぞごゆっくり。失礼します。おい、のりこ、変なとこ止まっちゃったな。でもここしかねえしょ。そうよね、我慢するか。やんなとこ。あ、そうだ、腹減ってるよな。お腹すいたな。飯何時だろう、ね、ちょっとおばあちゃん聞いてみようか。うん、すいません。はーい。何か、おばあちゃん、どっから出てきたのよ。こっちの戸がありますので。そっちにもあるんだ。はい、びっくりさせないでよ。お呼びでございますか？あのさ、はい、お腹空いちゃってんだけど、ご飯何時からかな？うちは夜の食事は6時ということになってますので。6時ってあの、もう8時過ぎてるよ。今日は終わりになってます。もう食べれないんだ。あとは明日の朝6時からということですけど。じゃあダメなんだ。お腹空いてんですか？空いてんのよ。なんか作りましょうか？あ、作れんの？できないんです。できないんだったら聞かないでよ、お腹空いてんだから。すいません、じゃあどうぞごゆっくり。しょうがないよね、我慢しよう。そこの戸は開けないでくださいね。分かった。はい、かけちゃいけないんだよね。参っちゃったな。うわあ、もう。もうやだな。もう。やだね。なんだよ。なんだよ。何これ。なんだよこれ。俺は見てねえよ、何にも。足がない、足がない。変なこと言うんじゃないよ、お前。見てない、俺は何人にも見てない、何人にも見てない、そんなわけがない。おばあちゃん、はい、自分家の旅館の障子破って入ってこないでよ。自分で入りますから大丈夫。そんなことはいいんだけど。何を。明日のあの起きる時間は何時がよろしいございます。じゃあ、あの8時に起こして。8時に。8時に起こします。はい、失礼します。ああ、もうなんかやだ。やだな、もうこうなったら寝るしかねえよね。そうね。ああ、何よ。お布団引かせていただき。いいよ、もう布団、布団いいよ。自分たちで引くから。そう、自分たちで引くから、もう来ないでよ、怖いから。
怖いから来ないでよ。入っちゃったな。もう寝ちゃうしかねえよ。ね、寝ちゃう。ちょっとお布団引こう。この部屋から変な音聞こえないか？ほら、こんな煙も出てきちゃってるし。ちょっと覗いてみないか。ああ、でもほらさっき言ったじゃない、12時だから開けちゃいけないって。こんなこと言ったってこのままじゃ眠れねえよ俺。もう確かめた方がいいって。さんこっち来てくれ。なんだよ。こっち来てくれよ。何よ。ちょっと来てくれよ。しょうがねえだろ、これじゃ見られちゃったもん。何よおばあちゃん。おめえさん歌歌えるかい。何の歌？あの子歌えるかい。もういいよ。じゃあ頼むわ。Como está, señor? Como está, señor? なそるってな、よーしよしよし、おい、木村来た、私、キレイです。あ、木戸か、懐かしいな、お前、元気か、よし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 、おい、長島あ、杉野か、そうか、元気か、やってんか、よしよし、キレイだったか、お前な。おい、田中あ、松本あ、松本、お前、こねえの、キレイになってるわ、お前、こねえの相変わらず、ラッキョか、ラッキョケツこのやら、ほんと、ちょっと見たと気になったな、こいつは。そうか、そうか、そうか、よし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 、おい、おい、マキノなんだお前、綺麗な、うん、石野、石野か、いや綺麗になったよ、よし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 、おい、飲め飲め飲め、どうした、あ、結婚したか、まだ結婚してねえのか、一人もんか、そうか、どい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 、うん、ほら、ほらうめえな、うん、元気か、よし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 、あれ、武田武田じゃないです、水島です。水島か、はい、お前ちっとも変わんねえな、いやー綺麗になって、またこんな目こういうものつけて、あれこれちゃあ、ごめん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 、いやみんな変わんねえ、元気か、元気か、はい、旦那は元気元気か、そう、結婚したか、おめんしてない、して、うん、元気やってんのか、おめん元気で、はい、そうか、トガミトガミ白石です、白石、白石、覚えてる覚えてる、よし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 、元気にやってるかもや、あれ太ったな少し、相変わらず相変わらずしてくれろ、相変わらず、いやもうスケベスケベだって、昔とちょっと変わんねえな、俺はそうか、そうか、うん、無理無理、ちょっとやだやだじゃなくて、あ、先生このおじさん変なんです。なんだ君は、なんだ君はって言った今、なんだ君は、撃てよそうです、私が変なおじさんです、あ、変なおじさんだから、変なおじさん、はい、エブロディラン、はい、セット伸ばして、はい、変なおじさんだから、変なおじさん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 、ダフンだ。
抱くんだ。そんな昔のことは覚えてねえな。明日は何をしてるの？そんな先のことはわからねえ。一体どこから来たの？覚えてねえな。せめてお名前だけでも教えて。名前？そんなものはとうに忘れたよ。本田やろ、また病院さん抜け出したお宮子などにして。ダメだよ。ここはどこ？何言ってんだよ、病院帰るぞ。お宅どうしたんですか？先生だよ、お前の。お嬢さん、お嬢さん、すんませんね、こいつ記憶喪失なんですよ。誰だ？誰じゃねえの、早く病院さん帰るから。ほら、誰はどこ？誰がどこだ？何？いいね、いいね、いいの。この病院さ、帰るからね。誰がどこ？ありがとうございました。何なの？はい。まあ、これが人生ですかね。ドレスを着てホテルで食事でもしようか。いらっしゃい。いらっしゃいませ。その飾ってあるドレスな、はあれいくらかな？15万円でございます。じゃあもらおうか。ありがとうございます。似合うといいね。でも私これ早速お包みいたします。いや、着ていくから。さようでございますか。ではこちらへどうぞ。どうもありがとうございました。どう似合うかしら。今日パーティーがあんのよ。じゃあ失礼して。来てたらどうでしょう。バカ野郎。
はどうでしょう。あっちゃん、どうなってんだろう。あっちゃん、何やってんだよ。なんだよいきなり。何やってたんだよ。いやまたまこんな本ばっかり読んでんのかお前。そうじゃなくてちょっとあんまやるとバカになっちゃうぞお前。くせえな。この部屋くせえんだろ。なんかお前に言われすじゃねえよ。変な匂いこの部屋。うるせえよ。なんだよ、人の部屋入ってくるとノックぐらいしてくれよな。おせえよお前今俺だったって。なあ、なんだよ。俺たち彼女はできないよな。まあまあそりゃしょうがねえよ。論理外ってやつ。まあ問題外だお前なんか。なんだよ。なんだよ。俺実は誕生日なんだよ。そうかよ。誕生日なの。誕生日、うん、いくつになったんだお前。38だよ。自慢じゃないけど38だよ。おめえ38まで学生やるなよおめえ。俺だって勉強したこといっぱいあるんだもん。まだまだ分かってないこといっぱいあるから勉強したいんだよ俺。それはいいけどよ、38だったらもうちょっとしっかりしてもらわねえとな。おめえそんな褒められて釣れるな。褒めてねえよ。なんだっつんだよ。で話は変わるんだけどよ、俺誕生日なんだよ。聞いたよそれ。それでな、誰もプレゼントくれないから俺自分で買ったんだよこれ。悪いな。おい、なんだよ。おめえがってどうすんだよ。俺の誕生日だぜ。だから俺自分の誕生日で自分から自分でプレゼントするのおかしいだろ。じゃあなんで買ったんだよ。お金で出して買ったんだ。ほら分かってるよ。お前自分の誕生日自分で買ったのか。だからそれじゃ釣れなかろうぜっつんで、俺で田代お前に渡してもらおうかなと思ってよ。これよ。分かったよ、おめでとうな。そうじゃねえんだよ。もっとほらいつものこれやってくれよ。またやんのかよ。頼むよ。分かったよ田代。頼むよ。分かったよ。ちょっと待ってな。な優しくやってくれ。分かったよ。ケンちゃん、誕生日おめでとう。ありがとない。ありがとう。ゆいちゃん、これお礼です。キスです。やめろ、バカ野郎。やめろよ、これは。あ、気持ち悪い。ゆいちゃん、やめての。よせよ、これ。やめて。あ、てくれたんだから。ゆいちゃん。やめて。くっそー。ありがとない。天気予報です。はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、下 OK です。はい、まもなく本番参ります。本番5秒前4、3、2。さて続きましてはお天気です。全国に猛威を振るっている台風42号、43号はなおも日本上空に停滞しています。この影響で沿岸部では大雨洪水津波注意報が出ています。それでは各地から中継のレポートが入っています。早速レポートしていただきましょう。まずは戸ヶ岬の松本さん。さらに被害が増えるような様子ですね。そうですね。続いては川口湾に面したバンバ村です。岡本さん。はい、こちらバンバ村です。まさに自然の猛威といった感じですね。恐ろしいですね、はい、続きましては海水浴のメッカ藤江海岸からです。石野さん。はい、こちら藤江海岸。待ってあと石野です。こちらもです。こちらも台風による被害が。どこの君は、
なんだ君は。そうですよ。私が変なおじさんです。台風やだな。あ、変なおじさんだから、変なおじさん、変なおじさんだから、変なおじさんと。ダフだ。この間おじさんとこで買ったタンポよ、ちっとも暖かくなんねえんだけどよ。嘘？本当。ちょっと見てくれよ。こういうぶっこんだ？ぶっこんだよ。おかしいな、女の気ねえんだけどな。タコさん、そんなの売らないでくれよ。女の気ねえんだよね。うちのはそんな悪いものは売ってねえんだけどな。これ湯たんぽじゃねえよ、おめえ。これ亀だよ。亀？亀。え、だってよ、俺がよ、こうお湯入れて、ほんで、あー寒いなっつってこうやって、あー冷てぇやっつったんだから。カメは？じゃあ、お湯入れた時、あじっつってな、ちょっと言ったんだけど、あれ？どこからお湯入れたのよ？こっからよ。そりゃ入んねえで、おめぇ。カメと湯たんぽは違うよ。違うよね。形に似てるけども違うよ。形でも似てるよね。あれ、うちでこれ売ってないよ、これ悪いけど。あれ、ここじゃなかったっけな、買ったの。どこで買ったの、これ。金物屋さん。湯たんぽだよ、つって。私売ってねえで、こんなもんな。おかしいなぁ。か、亀だこりゃ。亀だこりゃ。これ亀持って帰るわ。それ湯たんぽだって。これ湯たんぽだっけ。これ持って帰って悪いけど。壁だこりゃ。抜いた。